標高400メートルの丘の上に佇むカゼルタベッキア。中世の面影を色濃く残す人口100人余りの小さな村です。この村の起源は不明ですが、一説によるとローマ帝国崩壊後、イタリアに南下してきたロンゴバルド族により9世紀頃集落が形成され、高台の村を意味するカザイヒルタからカゼルタと呼ばれるようになったといいます。それにしても周辺にはこんなにも広大な平地が広がっているのに、なぜわざわざ山の上に集落を築いたのでしょうか。実はこのロンゴバルド族、ここから20キロほど離れたカプアという町に居住していました。カプアといえば、古くはエトルリア連合都市の南の中心地であり、ローマ時代にはアッピア街道の終点として栄えた町で、今も古代の闘技場が残ることで知られていますが、その重要な拠点を襲ったのが南イタリアに侵略してきたサラセン人でした。周辺の町は次々に破壊され、殺戮が繰り返される中で、生き延びるためには逃げるしかなく、逃げて逃げて、そしてたどり着いたのがこの標高400メートルの山頂だったのです。その後カゼルタは南イタリアに王国を築いたノルマン人や赤ひげ王の孫フェデリコ2世の支配下で発展を遂げていきましたが、後の衰退により時代に置き去りにされてしまった結果、中世の佇まいを残したまま今日に至ったのです。そんな村の入り口にはかつての要塞の一部が残されています。かろうじて残った高さ30メートルの塔はヨーロッパで最も大きな塔の一つなんだそうです。さあ、アーチの門をくぐり、中世の村にタイムスリップしていきましょう。カゼルタベッキアの大聖堂、ドゥオーモです。ノルマンの守護聖人である大天使ミカエルを祀るため12世紀に建立されました。その隣には13世紀に建造された高さ32メートルの鐘楼がそびえ立っています。ロマネスク様式の教会の正面玄関にはライオンやお牛、馬などの動物の像が中世特有のあどけない姿で表現されています。内部の壁面には壁画など一切描かれておらず、至って地味ではありますが、その壁を支えているのがこの連続アーチと美しいコリント様式の円柱です。よく見ると円柱には筋模様が入っていたり、そうでなかったり、それはこれらの円柱が古代ローマ時代の廃墟から持ち運ばれ再利用されたものだからです。説教壇には古代ローマのそれとは異なるビザンチン風のモザイク、また祭壇の床覆うのはコズマーティ様式のモザイクです。祭壇の真上には八角形のクーポラが、24のアーチが取り付けられている以外何の装飾もありませんが、クーポラの外観には交差アーチの間に
凝灰岩と溶岩で装飾された幾何学模様。シチリアの教会でも見られるこの装飾は、アラブノルマン様式と呼ばれています。そしてこの背の高い教会を1000年近く支え続けているのが、このロマネスク様式の交差ボルトです。さあ、この辺で教会を後にして散策を続けていきましょう。山での不便な暮らしを逃れ、平地へと移住する人が増えているせいか、年々寂しくなっているこの村ですが、都会では味わうことのできない癒しがここにある。というわけで週末だけここに戻ってきて、別荘感覚で過ごす人も多いのだそうです。こんにちは、おじいさん。何をしてるんですか？あ、フィノッキオ。フェンネルと言った方がわかりやすいでしょうか。甘みのある何とも言えない香りが特徴的で、私もよく料理に使っていますが、おじいさんはこの野生のフェンネルの種を採取して売っているんだそうです。私も一ついただきました。それにしても、どの家も綺麗な鉢植えでいっぱいですね。それは毎年6月に家の壁を飾る花のコンテストが行われるそうで、それに向けて日頃から花の手入れをしているお宅が多いようです。こちらの家のは随分凝ってますね。下の方からトマトソース缶、鳥かご、そして傘。変わって右手には、はしごに猫車、そして椅子と、いろんなオブジェを使って演出されています。何やら民族音楽が。カゴを編むおじさん。一体何が始まるのでしょうか。聞くところによると、これは披露宴前のウェルカムサービスなんだそうです。あ、タラの唐揚げ。ゆでトウモロコシが美味しそう。チャオ。え、なになに？吊り下げられたカゴの中身はタランリでした。なんだかいい匂いがしてきました。あ、とろけるチーズ、カーチョカバッロのブルスケッタ、うまそう。気分はもう完全に中性モード。楽しすぎます。これでおしまいかと思いきや、なんと揚げピッツァまで。うまいから人作っていけって言ってます。ゲストが続々とやってきました。最後に新郎新婦もご登場です。
中世の村そのものが舞台。その舞台で挙げる結婚式や披露宴、そこにはここでしか味わえない魅力があります。中世の村でのイベントにご興味ある方、ぜひ連絡をお待ちしております。そしてこのオープンスペースで繰り広げられるパーティーは夜遅くまで続くのでした。最後に高台からの眺めをご覧に入れましょう。今日は天気が良く、空気も澄み切って、遠くの景色もよく見えています。左からベスビオスさん。ここから見るベスビオは桜島にそっくりです。続いてカプリ島。ナポリの丘を挟んでイスキア島。そして眼下に見えるひときわ大きな建物はカゼルタの王宮。あの世界遺産にも登録されたヨーロッパ最大級の宮殿です。次回はあの宮殿を訪れてみましょう。引き続きお楽しみに。それではまた、チャオグラッツェ。